リーランス向け就職支援スクール大人企業専門学校学長の北野です。今日はですね、フリーランスがお金と夢を引き寄せる最強のビジョンボードの作り方っていうテーマについてですね、お伝えをしていきたいなというふうに思います。で、昨今僕もですね、起業してから、今で言うと、4、5年ぐらい経つわけですけども、このビジョンボードのおかげでですね、本当に夢が叶ったりとか、収入がね、すごい何十倍にもなったりとかでですね、すごい僕も恩恵を受けてるな、で、実践してみて良かったなって内容をお話しするので、ぜひね、これを信じられる人もですね、本当かなと思ってる方もいると思うんですけど、ぜひ最後まで見ていただければですね、少しでも人生が好転するね、お手伝いできると思うんで見てほしいなと思うんですけど、そもそもビジョンボードって何やねんと、いうことで、実際皆さんこういう画像見たことないですか？自分が1年後に達成したい目標であったりとか、行きたい場所であったりとかですね、それを8つの画像にして、待ち受けとかに設定しておくと、願いが叶いやすくなるよ、みたいなね、半分ちょっとオカルトかな、みたいな思う人もいると思うんですけども、こういうイメージですと。で、これですね、結論僕やってみて思ったのが、めちゃめちゃ夢や目標がね、やっぱり確かに叶いやすくなるなというのが実際経験談としてありました。で、昨今というか、僕昔ですね、起業したのが20歳ぐらいの時だったんだけども、20、21ぐらいの時全然稼げなくてですね、僕稼げるようになる前に2年半かかってるんですよね。で、本当に22歳の時とかは、もう貯金3000円でしょ？で、バイトしながら手取り月収フリーターで月収14万で、ちょっと副業もやりながらですけど、全然稼げなくて、いろいろなね、スクールとか商材買いあさって、借金で言うと440万ぐらいで、もうもやし極貧生活だったわけですよ。で、こっからものの1年で僕ね、23歳いつもライブとか YouTube で言ってますけど、年収が2000万ぐらいになったんですよね、たった1年で。で、24歳で年収1億2000万で、25歳年収3億っていう形で、今期は大体4、5億規模、決算これからなんでね、規模っていう風に一応ハテナに書いてありますけども、こういう形で、いわゆる増収増益になってきて、収入もどんどん上がっていってってわけなんですけども、結論こっからここまで行く前に、皆さんと知りたいのはこうだと思うんですよ。こっからここ借金地獄からこういう風になるまでに、この1年で何をしたのかっていう話なんですね。で、この時に僕がやってたのがちょうどこのビジョンボードだったわけですよね。で、本当に当時僕って、これ体験談なんですけども、20歳ぐらいの時からずっとこういうのやりたいなとかで、来年ね、例えば、こういうところに旅行行くようになりたいなとか、収入これぐらい欲しいなとか、これぐらいの貯蓄が欲しいなだったりとか、それからね、例えば、こういう人と一緒に仕事したいなであったりとか、こういうもん買いたいなとかっていうのを全部一枚のビジョンボードに書いてたんですよね。で、当時、僕自身がですね、今つけてるのが、僕あんま時計めっちゃ好きじゃないんで、その何個ポン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 買ったりはしないんですけど、当時ロレックスがすごい欲しくてね、僕の師匠の経営者の人がつけたロレックスのやつがすごい、いいなと思って、それビジョンボードにしてたりとかして、で、結果的にそういうのをですね、スマホの待ち受けにしてて、で、1年か1年半ぐらい経ったところにですね、気づいた時にそれ全部叶ってたんですよ。もちろんそれ収入であったりとか貯蓄でも達成してましたし、欲しい時計も買えて、で、好きな人と仕事できたりとか、本当に僕ね、その時ビジョンボードにですね、僕よりも本当に数十倍稼いでる人と一緒に仕事したいなと思ってたのが、本当に1年後さっき叶ってたりしてたんですよね。で、それはですね、僕意識してたかっていうとそうではなくて、ただ待ち受けにはこのビジョンボードずっとしていて、で、忘れた頃に見返してみたら、そういえばあの時設定してたビジョンボードを見返してみたら、これ全部叶ってたって後から気づいて、すごい僕ね、衝撃してびっくりしたんですけども、このやり方っていうのは僕の知り合いのケースさんだったりとかもそうだし、やっぱね、ビジョンボードをやることによって夢は叶いやすくなったよっていうですね、体験を持ってる人って僕の周りにも結構いるなっていうのが最近になってね、すごいやっぱそういう話を聞くので、僕もこれですごい効果があったし、他の人もやっぱ結果出てるので、やるだけタダなんでね、ぜひやってみる価値はすごいあるんじゃないかなと思いますと。で、脳科学的に見てもですね、今から説明していきますけど、これかなりですね、理にかなった夢を叶える方法でして、僕らの意識って、顕在意識と潜在意識って2つの意識があると言われていて、顕在意識っていうのはどっちかっていうと、意識できるものですよね。例えば、だから僕だって今 YouTube 撮らなきゃって言って、意識的に動画撮ったりとかカメラセッティングしてやってますけど、逆にこの無意識ってのは人間の 95% です。僕らの人生ってのはほとんどは自分で主体的に生きてるように見えて、実は無意識によって 95% の行動っていうのはもう勝手に操られてると。だから例えば、心臓をポンプのように動かしてくれてるのも潜在意識だし、心臓止まっちゃうから今意識的に心臓を動かさなきゃとかって言ってやってる人いないじゃないですか。呼吸とかもそうですよね。意識しなくてもできるじゃないですか。とかもそうだし、だからなんとなくちょっとダラダラしちゃったりとかも全部無意識でやってることなんですよね。だからその無意識を味方につけることができたら、逆に言うと本当に成功できるとか行動できるような自分に変えていくことができるから、潜在意識を変えるっていうのがすごい重要だよっていうのがよく自己啓発でもよく言われてることだと思うんですけど、ただ自己啓発の本僕も100冊以上読んできたけども、ほとんどの本にはですね、確かに読んでるだけで、自分も成功できそうだなとは思うんですけども、甘い言葉しか書いてなくて、じゃあ結局どうしたらいいのって、そのアクションプランがね、書いてない本がめちゃめちゃ多いと。で、僕はこのビジョンボードっていうのは本当に効果があったアクションプランだと思って、なんで今日紹介するんですけど、僕らの潜在意識、もうほとんど無意識的に人生っていうのはコントロールされてしまっているということなんですね。で、逆に言うとですね、このビジョンボードやって出会って気づいたことっていうのが、こう潜在意識にですね、刻み込まれたこと、例えば僕だったらやは
このですね、画像を待ち受けにして、それを毎日見ることによって、接触回数で1日人間ってスマートフォンですね、約263回ぐらい平均して見てるってデータがあるんですよ。でもそれぐらい待ち受けをですね、設定してみると、目に飛んでくる回数が多いから、接触回数で脳がバグってきてですね、あ、なんか最初はこの目標無理そうだったけど、ちょっといけるかもっていうふうに思ってきたりするんですよ。これがある意味の自己暗示で、これがすごい効果的だなと。で、潜在意識に刻み込まれたことは半自動的に起こってしまうっていうのがですね、やっぱりこれは脳科学的にもよく言われていることでして、で、実際にですね、世の中っていうのは自分が信じていることが実現するようになってるんですよね。だから本当に自分ってお金ないなとか、いや自分お金稼ぐ能力ないなと思ってると本当にそうなるんですよ。でも逆に自分はお金持ちになって当然だってセルフイメージで言うと、まあなんか知らないけど宝くじが当たったりとかね、まあ僕は宝くじは逆に買ったことないですけども、で結果的にお金持ちになったりとか、まあ手段問わず何かしらの形で結果的にそのお金を手にすることになるみたいな、まあ話があるわけですよね。で結局人間っていうのは自分が思っている通りに振る舞い行動する生き物なんですよ。だから自分は稼げて当然だよねっていうセルフイメージを持っていると、それにふさわしいように無意識的に努力をして、ね、普通だったら会社員の方が仕事終わって、毎晩飲み歩いてっていうね人生を送ってたら成功できないですよね。でもその意識が変わるから、仕事帰りちょっとね書店に立ち寄ってふと手に取った本がきっかけで、あ、このアイデアで起業しようと思えたりとかっていうのも、一個一個のね意思決定とか全部無意識が司っていることですから、まあ、こういうのを味方につけていく、自分の思い込みっていうのがそのまま1年後自分の現実になりますよと思っといた方がいいです。だから言葉遣いとかもねすごいやっぱ気をつけてますし、僕もねやってますと。で結局じゃあビジョンボードね、どうしたら作ればいいのかっていうことですね。この自己洗脳の最強のツールです。これはねちょっとや説明します最後で。8つはですね、8つの画素を設定すると、まあ、イメージこんな感じです。まあ、例えば健康面だったりとか、食生活とか、あとお金でだったりとか、こういうとこ住みたいなだったりとか、こういうの欲しいなとか、こういうとこ旅行行きたいな、家族で旅行行きたいな、車欲しいな、フェラーリ買いたいな、何でもいいんですけども、まあ、こういうの画像に設定しておくと。でポイントが最後3つ注意点あるんで、これ最後に、ね、見ててほしいんだけども、まず1個目、自分が喉から手が出るほど達成したい願望を8つの画像にしてくださいということです。なのでこれは別に健康とか、お金とか人間関係、恋愛、すべてジャンルは問わなくていいんですけども、いや8個にしてください。なんで8個なのか理由があって、人間ってこれ12個とか15個だとですね、記憶できないんですよね、情報量が多すぎて。だから大体ある程度自分の目標をやっぱりある程度記憶しとかないと意識的にも動けなかったりするので、大体まあ記憶に覚えられやすい個数で、まあ、8個の画像に目標は設定して8個に絞るってことですね。で、次にワクワクする画像をリサーチして使うってことです。まあ、これは実際 Google とあったりフリー素材とか何でもいいんですし、友達のインスタで上げた写真とか使わせていただくってもいいと思うんですけども、別に自分しか見ないんでね。この画像が一番自分がワクワクするなっていう画像をやっぱ使うっていうのが一番効果的ですと。で、達成ルートは3つ目、分からなくても全然 OK です。例えば、月収100万行きたいとかですね、貯金1000万達成したいとか、フェラーリ乗りたいとか、タワーマンション住みたいとか、家族と一緒に月1で旅行、海外旅行行けるようになりたいとか、まあそういうのって最初達成ると全然分かんないと思うんですよ。で、分かんなくて全然 OK で、ただ、目標とりあえず設定するんですよ。自分でできるかどうかっていう、そのフィルターを一旦外して、目標をワクワクしながら探すっていうのがすごい重要ですね。で、それをやって画像設定しちゃえば達成ると後から見えてくるんでっていう話なんですね。そう、これが本当にすごいところで、人間の脳っていうのはですね、僕らがこの目標を達成したいってゴールを設定するとカーナビと一緒で、その達成ルートを逆算して検索して、僕らの脳みそっていうのはですね、本当に潜在意識の3万倍以上のエネルギーがあるって言われるぐらいですね、日々の情報をすごいキャッチしてですね、生まれてきてから今に至るまでの記憶が全部ね潜在意識の貯蔵庫に入ってると言われるぐらい、そこから必要なヒントを、ね、引っ張り出してくれるっていう、そういったね最強のスーパーコンピューターみたいな検索機能がありますので、まずにねこの脳を味方につけてですね、成功するためにぜひねこのビジョンボードやってみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日の動画少しでも参考になった方、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録いただいて、プレゼントもゲットしてみてください。それではね、今日の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。